スクリューのコマンドか。スクリューのコマンドの話をしたいです。さっきも言ったように、モダンの人でも弱スクリューを俺は使ってほしいと思ってます。ゆくゆくは弱、モダンの人でもスクリューのコマンドを俺は挑戦してもらいたいなと思ってます。で、入力なんですけど、一番左に、こう入力の履歴と、あと、真ん中のところに、入力が結構、今見えてると思うんですけど、早い話が1回転、スクリューで1回転、1回転って言うんだけど、8分の5回転でいいんですよ。これどういうことかっていうと、ちょっと今ゆっくり、左から右上まで回しますね。できるかな？できた。見えたかな今。左からぐるっと右上。できてるよね。今左の履歴で下から見てってほしいんだけど、 L22 って書いてあるところの上から入力したんですけど、左からゆっくり回してって、反時計回りに回してって右上で小パンチ押すことで、まあ最後上にも入ってるけど、これ8分の5回転で出るんですよ。なんで8分の5回転でスクリューを出すのが基本になるので、やっぱまあこのコマンドをね心がけてるといいかなと思います。もちろん ごめんなさい、逆回りでもいいんでね、右からぐるっと左上に回す、最後は上要素でいいんでね、レバーレスの人とかはね一番最後8でもいいんで、8って言っちゃった、上でもいいんでね。なので例えばジャンプ、空ジャンプからこうやってスクリューやるときとかも、なるべくこのコマンドでやるといいんじゃないかなと思います。大昔はね結構1回転コマンド難しかったんですけどね、結構スト4シリーズから簡単になって、で今でもねそっから多分そんな変わってないと思うんだけど、イメージよりは結構出しやすいかなと思ってます。でこれ出なかった場合に小パンチになっちゃったりとか、こうジャンプになっちゃったりとかね、こうジャンプ小パンチとかって出ちゃったりするんだけど、その時はやっぱりこのねトレーニングモードでね履歴を見てね、なんで出なかったのかっていうのをちょっとね追ってみるとね、あなるほどこういうことかって結構思えたりとかするんでね。これか、入力表示、履歴表示、これをに 1P っていう風にしとくと、左側に履歴が出て、仮想コントローラー、これか、これを 1P にしとくと下に出るんで、これをまあこういうのもチェックしながら自分のコマンドってを見てみ るといいかなと思います。で俺は早い話こうやってガチャガチャして、前ジャンプとかからガチャガチャしてスクリュー出たら、俺はこれそれはそれでいいと思ってるんで、ただ2回、これ2回転になっちゃうんだよな。まあいいや、こうやってこうぐるぐるってやって、こうぐるぐるして、これ結構出るんですよ。だからレバーでもパッドでも結構その大げさにね、そうすんごい回ってるでしょ、結構大げさに回すと結構出てくれるんで、だから膝からとかもこうぐるぐるしてれば結構出てくれるんで、これでも全然いいです。ただちょっと誤操作にもつながっちゃったりとかするんでね、ゆくゆくはねやっぱ綺麗なコマンド、なるべくさっき言った8分の5回転とか結構便利なコマンドみたいのが、例えばね自分だったらこうやって1回転だけしといて最後シャミガードするんですよ。でなるべく相手の動き見てから、なるべくこう少しねしゃがみガードしてからねこう狙ったりとかね、こう1回転で結構ねどんなコマンドでやるかっていうのは結構ね、まあ、奥が深いというかいろんな考え方があるんで、そういうのも考えてみるとゆくゆくはねいいんじゃないかなと思います。レバーレスの人はね結構ガチャガチャやるとなかなか出ないんで結構難しいんですよ。だいたい左右か下が抜けちゃったりとかするんで、レバーレスの人はガチャガチャしないのをおすすめします。低空ボルシチに関してはこれ地上から出るんですよ。スクリューと一緒で8分の5回転で、これもちょっとスローにしますね。これも、スクリューと全く同じコマンドで最低空出るんですよ、これ。なんで低空ボルシチはスクリューと全く一緒だ、いや違うな、基本的には一緒でいいと思います。ただモダンだとこれちょっと出せないんで、モダンだとちょっとジャンプしてから出さないとダメですね。これね、モダンの方がむずいんですよ。コンボでね、ボルシチで決めたいときに、難しいっていう風になってるのは、俺はモダンの人の方が絶対多いと思ってます。結構難しいんで、そこはね、ちょっとジャンプしてから、なるべく押すようにね、心がけるといいんじゃないかなと思います。俺もモダン触ったけど、マジで難しいかなと思いました。
シベリアの使いどころ。なるほどね。もうローキックから出すのをおすすめします。ローキックから以上です。俺はこっから出すのをおすすめです。あの遠くから出すとね、大きいバンザイになっちゃうんでね、難しいんでね。このローキックはねモダンでも出せるんで、ちょっとあのオプションを押しながらなると思うんですけど、こっから出すのをおすすめします。うん、確かに対空行ってないっすね。対空はねもうダブラリ、そう対空行ってなかったっすね。もうダブラリ、これとね OD ダブラリ。俺は OD ダブラリの方があの信頼度高いんで、基盤だ方がいいかなと思ってます。ああ、ただあんま使いすぎるとバーンアウトしちゃうんでね、ちょっとここは用法用量を守ってみたいなことになっちゃうんで、なるべく普通のダブラリ出したらいいかもしれないですね。ジャックスクリューの後の話しようか。確かにそれしなかったね。ちょっとしますね。ジャックスクリューの後はやっぱ大体ドライブラッシュゲージ、ドライブゲージがあると思うんで、大体走ってっていいっすね。でやっぱさっきのこのチョップをね仕掛けていくの俺はおすすめっすね。でこれまずね、ここでドライブラッシュするのはパリーボタンを押しながら、パリーボタンを押しっぱなしにしながら、マイマイってやれば、結構最速出てくれるんで、これおすすめっすね、まず。このジャックスクリューの後みたいな状況は、パリーボタンを押しながらマイマイってやると、結構で、そう、押しっぱでいいんです。押しっぱでちゃんとマイマイするってやってから、自分のやりたい攻撃やるといいと思います。で、俺は結構大パンチおすすめっすね。大パンチ結構長いんで、この辺で大パンチやると、やっぱ動こうとしたら当たるんで、これは結構おすすめです。動く相手に、俺もだって、俺の、自分もランクマッチでこれ大パン打ったらみんなバシバシ、当たるイメージなんでね、結構大パンは打ちますね。行きましょう。注目のファーストラウンド、何が起きる？さあ、ラウンドはまだ序盤。お互いに被弾は少ないし、一回必勝つってチュンリー突っ込んでくるのいいよね。針穴はどこにある？さあここでカウンターが決まって大きなダメージとなる。壁際のダッシュうまく利用できるか。絶妙のコンボドライブインパクトでフィニッシュ。お見事、ギリギリ間に合ったな。ラウンド選手、この精神的優位を生かせるか。手の内はある程度見えた。両者は今何を思っているか。抜け目なくコンボを叩き込む。上を通していく。相手の隙をついてジャンプからの攻撃が当たれば大ダメージのチャンスとなる。おい、これはいける。丁寧に優位を継続している。割りたかったけど俺が割られそう。スピニングバードキックが刺さる。飛ぶ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 。この飛びはガードが間に合う。吉野発動。そして綺麗に捌く。あと綺麗に捌く。この投げは無理。最後の一発ツンドラで取れそうじゃない？プレイヤーは高かったな。スリーチョン飛べなかったな。注目のファースト。おっと間に合いない。プレイヤー1、ドライブゲージは残りますか。これスクリュー出なかったな。周りは難しくなる。一度ドライブゲージが尽きてしまうと、ダッシュとだ。時間が続いてしまう。ここはなんとか守り切りたい。投げは抜けられず。投げ間合いを作っていく。突進技で圧力をかけていく。さらに出てプレッシャーをかけつつも。なるほど。おっ、いやー自信あったのに。気持ちで技を当てに行く。息が詰まる。さあなんとか中央へ押し返した。ここでバーンアウト。ういっ、しっかり倒しきれるコンボ選択。ドゥ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 。ギリギリの戦いを見せた先ほどのラウンドから両者どうするの？俺が有利なんじゃい。さあ前に出てプレッシャーをかけつつも、いやごめん、なんとか端から押し返した。どう崩していくか。ドゥ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 。リンク？何のリンク？さあ爆弾たち、可愛い見た目とは裏腹のプレッシャーをかける。ほっ、いいスクリュー。ここでスクリュー。ここでスクリュー。さあ打ってもダメ。うん。